夜、山を登っていくと、その先にはこんな景色が。日本三大夜景、1000万ドルの夜景とも呼ばれる美しさです。心が現れるAmazing, like, wow. この夜景を見たら、その不安とか悩みもちっちゃいもんかなと。街で気になるあの場所この場所に、そっとカメラを置いてみました。シリーズ真夜中の定点観測、今回の舞台は神戸市灘区摩耶山の展望台、菊生台。標高700メートルの展望台からは高層ビルが立ち並ぶ大阪市内、さらに海を挟んで和歌山や淡路島まで望めます。展望台へは神戸市の摩耶ケーブル駅からケーブルカーで5分、ロープウェイに乗り継いで5分、公共交通機関で簡単に行くことができるんです。一体どんな人がやってくるのでしょうか。夜を待ちます。3人組の女性がやってきました。どちらから？静岡から来ました。静岡、車で4時間で静岡から車で。そうです。静岡県浜松市からやってきた富山さん、豊田さん、田中さん。3人とも医療器具を作る工場で働いていた時の同僚で、10年来の友達。今回は1泊2日の旅だそうです。貯めてたんですよ、お金をみんなで。そうそう、積み立てして毎月。そうそうそう。おいくら？もう全然月もう3000円とかで。そうそうそう、貯めてちょっとずつ貯めて10万8000円です。貯まりましたね。3人でか、ね、3人分なんで。この日のお昼は明石焼きを、夜は神戸牛のハンバーグを食べました。1日目の最後に山から夜景を見るというプランだったそうです。ポートタワーって見えます？あれ水色っぽい、なんか水色っぽいやつですね。赤に水色っぽい、赤の結構ちっちゃい。ちっちゃい、分かった、あれね、分かった。あそこちっちゃくない？そうなんだ、あんなちっちゃいの。1ヶ月3000円貯金でこんな楽しみ。そうです、だいぶ楽しんでます。本当に何回今日幸せだねって言ったか、みんなで。また来たいよね、旅行、お金貯めて頑張って。いろんなとこに行きたいね。ね、本当そうだよね。三大夜景丸？北海道？ちゃうぜ。神戸の夜景を眺めて、友情がまた深まったようです。展望台にはたくさんの人がいます。そこに。え、今日やばい、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗や、やば。若い2人がやってきました。松永元春さんは航空関係の専門学校生、政子夏穂さんは大学1年生です。初めて見に来ました。初めて。こんなに綺麗と思いませんでした。え、あのカップルですね。手前みたいな。サークルが一緒です。2人はダンスサークルの仲間だそうで、ちょっとさっきより大きめで、ちょっと踊ってもらいました。はい、いいね、いいね。
サークルが一緒だからといってわざわざ2人で夜景を見に来ますかね。ちょっと体を動いてください。ちょっと体ちょっと一緒にこっちです。今日はその告白卒でみたいな感じですか。まあマジですか。そんな感じで。松永さんはこの日この場所で政子さんに告白すると決めていたそうです。いつから彼女のことマジ最近1ヶ月前2ヶ月のとこ笑顔が素敵やしやっぱダンスも上手いんで、すごいやっぱあといつも頑張ってるんで。そしていよいよその時がやってきました。いいなと思ってました。出会いとか話して出会いとか話してですね。もしそれもそれまでもしよかったらお付き合いしませんか。胸がキュンキュンしてしまいます。恋っていいですね。標高700メートル摩耶山の展望台菊生台。菊生台とは手を伸ばせば星をすくえそうなほど美しい星空を見られる場所という意味。星空も夜景もどちらも楽しめます。展望台から歩いて10分のところに駐車場もあるので24時間いつでも来ることができます。こんばんは。ちょっとお話いいですか。お付き合いされて長いですか。山内健さん31歳と中西夏樹さん25歳、同じ雑貨店で働いていた時に知り合ったカップルです。今中西さんは違う雑貨店に勤めていますが転職するそうです。販売業からカフェの飲食店に働きます。雇われてる、その縛られてる中でやるっていうよりも自分で何かをしていきたい。中西さんの夢はキッチンカーでクレープ屋さんを開くこと。そのため心機一転、飲食店で一からノウハウを学びます。妹と一緒にしようと思ってて。妹は4歳離れたゆずきさん。2人とも小さい頃からクレープが大好きなんですって。燃えてますね。もう頑張りたいでしかないですね。夢に向かって一歩ずつ進んでいってください。日付が変わって午前0時半駐車場に人影が。こんばんは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。皆さんどういう仲間ですか。まあドバイで知り合った友達ですね。みんな。ドバイ。はい。で今旅行で日本に来てて。アラブ首長国連邦のドバイで働く人たちがなんと真夜中のマヤさんに。健三さんは24歳、
日本人のお父さんとスペイン人のお母さんがいます。ジュンさんも24歳、日本人のお母さんとイギリス人のお父さんの間に生まれました。2人ともユーチューバーだそうです。あ、去年日本に来た時に日本編で怖いよ大阪に着いたので一日観光します。レベル大阪おお、ハロー大阪こんにちはこちらはスペイン出身のメルさん、ペットショップの店員。同じくスペイン出身のクラウディアさん、ドバイに本社がある航空会社に勤めるキャビンアテンダントです。そして出身ここなんで、はい、大阪です。大阪なんで、大阪、大阪で、もう今ドバイに住んでて。奥さんの？あ、彼女です。あ、彼女？はい、眠たい彼女柳川啓太さん、24歳、大阪堺市出身。二十歳で単身ドバイへ渡り、金を扱うお店で働いています。クラウディアさんとは1年前から交際しているそうです。彼女も日本を今3回目ぐらいで、まだその夜景とか見たことないん で一緒に行こうっていう。彼は優しいですか？優しいね。ちょっと大阪で履いてますね。大阪では教え込んでるんで。そして展望台へ。すげえ。すげえ。わあ。マルミア。That's crazy. Oh my, oh my god. Wow. Nunca he visto. すごい。クラウディアさんが初めて地上から見る神戸の夜景です。But it's so cool, so cool, so cool. Everything looks so compact. So many lights. Everything. Yeah. I love to see it from the sky in the airplane.堺市の実家には連れて行くんですか？あ、もちろんもちろん、もう今ずっと泊まってて、僕の母も僕の家族全員好きで、めっちゃ。そうなんですよね。そうです確かに結婚するにしても、まあもうちょっと自分のそのビジネスをこれからちょっとまだまだ挑戦していってっていうのが、まずそれがもう自分の目標というか、でその後にっていう感じですかね。異国の地ドバイでこれからも頑張ってください。光る夜景に包まれて恋が始まった人、新たな夢に向かって歩み始めた人。夜の展望台を覗いてみると、人の数だけ物語がありました。次はあなたの街にカメラを置かせてもらえませんか？